ゼンチンの挑戦者、世界1位のニコリノ・ローチェを迎え撃つチャンピオン藤武。12月12日東京蔵前国技館で世界ジュニアウェルター級選手権が行われました。藤は8ヶ月ぶり2度目の防衛戦です。ハンマーパンチの藤に技を信条とするローチェ。小さく鋭いローチェのパンチは藤を的確に捉えます。前半得意の右フックでノックアウトを狙う藤は焦りがち。第3ラウンド、力だけに頼る藤は勢い余ってスリップダウン。動きの鈍った藤にローチェのパンチは小気味よく決まります。両目を晴らした藤のパンチはいたずらに空を切るばかり。第10ラウンド、ゴングが鳴っても大和魂の藤は立てません。反撃に泣くローチェ。技のボクシングに翻弄された藤は王座を明け渡し、18代目のチャンピオンニコリノ・ローチェが誕生しました。